世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターの白鳥さんです。日本でもおなじみの食材である卵、卵焼きや卵かけご飯、厚焼き卵に親子丼など、家庭料理にも卵を主役にした料理がいくつもあり、必ず冷蔵庫に常備されている非常に身近な食材だと言えます。そんな卵ですが、黄の色は何色だと思いますか？また皆さんが頭に思い浮かべた色は他の人と一致するのでしょうか？今回は卵の黄身の色に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。日本に関心を持つ外国人向けの動画には、日本の家庭料理の作り方を紹介するものがたくさんあります。その中の一つ、カツカレーの作り方を紹介する動画が人気を集めており、コメント欄にも多くの感想が書き込まれ、にぎわっていました。ここで実際の映像を見てみましょう。カツカレーが日本料理と思われた方もいるかと思いますが、とんかつはフランス料理のコートレットを模倣するうちに大きな改良が施された日本生まれの料理の一つですし、カレーライスもインドのものとは大きく違い、今では日本のカレーは外国人観光客に人気の料理です。動画は料理の過程を丁寧に紹介しており、豚肉に衣をつけるために小麦粉、卵、パン粉を順につけていく様子や、実際にとんかつを揚げる様子、玉ねぎと人参を炒めてから水を加えて野菜に火を通し、カレールーを加えてカレーを完成させる様子など、最後の盛り付けまで全ての手順を紹介しています。実際に見ると、衣の付き具合や揚げた時の色付きなど、文字だけのレシピではわからない情報も確認できるので、動画を見ながら真似をしたら美味しいカツカレーが作れそうな素敵な動画でした。ところが、この映像のコメント欄では、カツカレーとは違ったところで盛り上がっていたのです。それは豚肉に衣をつける際に映った溶き卵の色について。日本では見慣れたやや赤みがかった濃いオレンジ色の卵液が映っていました。私たち日本人からすれば、どこがおかしいのか全くわからないほど至って普通の色なのですが、海外の人たちから見ると、映っている卵液が濃いオレンジ色であることに違和感を覚えているようでした。鶏の卵は完全栄養食とも言われており、ビタミン C と食物繊維以外の栄養成分をすべて含んでいて、卵黄には脂溶性のビタミン A、E が含まれていて、抗酸化作用によって動脈硬化や老化防止に役立つそうです。手に入れやすい上に栄養価も高く、手軽に食べられるため、卵が世界中で食べられているのも納得ですね。そんな身近でよく知っている卵の色が見たこともない色をしていたら、驚いてしまうのも無理はありません。それでは実際に寄せられた反応の一部を一緒に見ていきましょう。海外の反応。ちょっと待って、卵の色なんかすごい色じゃなかった？なんというか、あんなにオレンジオレンジしてるのっておかしくない？あれは本当に卵の色なの？卵液をつけてる時のだよな。俺も気になってたんだ。溶き卵の色がものすごく濃いオレンジだった。うちで使う卵の色と随分違う。黄身って言ったら普通は黄色だろ。私の家で使っている卵は黄色というよりはちょっと白っぽいよ。え、黄身なのに白いって、その卵の鮮度は大丈夫なのか？日本の卵は生で食べられるというし、こっちで流通しているのとは種類が違うんじゃないかと思って見てた。
日本固有の鳥は黄身が黄色じゃなくてオレンジなんじゃない？殻の色が白じゃなくて茶色の、値段もちょっとお高い卵を使ってるんじゃないかな。やっぱりみんなもあの溶き卵の色に気がついたんだな。ありえないよ、あんなオレンジ色。あんな色の卵食べたら絶対腹壊すやつじゃん。賞味期限切れてるんじゃない？いやいや逆だよ。新鮮な卵は黄色じゃなくて鮮やかなオレンジ色になるんだよ。それに日本人は基本的に生で卵を食べるんだ。僕らが普段見てる卵より状態が悪くなったものを使うとは思えないよ。そもそも日本人が生で卵を食べるというのが本当に理解できない。あいつらはサルモネラ菌が怖くないのか。それにしてもあの色の卵を使うとかチャレンジャーすぎるだろう。俺が思うにあの卵液は衣をつけるためのものだから、すでに何らかの調味料が入っていて、その調味料の色が出ているということはない？僕も初めはそうかなと思ったんだけど、卵かけご飯や卵焼きの動画を見たことはある？日本料理の動画に出てくる卵は大抵オレンジ色をしていることが多いんだよね。調味料は関係なくて卵の色自体が違うんじゃないかな。日本の鳥は食べている餌がアメリカとは違うんだよ。だから黄色じゃなくてオレンジ色になるのさ。産地直送とかオーガニックの卵はオレンジ色をしているわよ。私が買ってるオーガニックの卵は動画と同じような濃いオレンジ色だもの。初めは驚いたけど、その分栄養もたっぷりだし味もすごくいいのよ。何の栄養が高くなるんだろう。鉄分豊富とかそういう感じなのかな。栄養が高かろうが新鮮だろうが、あの色を見せられたら食欲失せるかも。とても美味しそうには思えない。カツカレーは大好きなんだけど、あんな色の卵を使ってたとはショックだわ。みんなも散々言っているけど、あんな深い色の黄身がこの世に存在するとは思ってもみなかったよ。新鮮だから？栄養が高いから？それとも鳥の種類が違うのか？誰か俺に理由を教えてくれ。ドイツに住んでいたことがあるんだけど、ドイツの卵も日本に近いオレンジ色だったよ。アメリカの卵よりも新鮮で美味しかったな。黄色ってイエローなんでしょ？その漢字を使っているのになぜオレンジなんだ。腐っているという証なのかな。私も日本に行った時に黄身の色がオレンジ色で驚いたわ。日本ではあの色がごく当たり前みたいよ。自分でもなぜだかよくわからないんだけど、あの溶き卵の色に神々しさすら感じたよ。以上が海外の人々の反応でした。日本人にはあまりピンときませんが、海外との色の違いにとても驚いている人が多くいましたね。そしてなぜ色がそんなに違うのかのいろいろな推測が出ていて盛り上がっていました。特に多く見られた意見は次の通りです。 1. 鳥の種類が違う。 2. 新鮮な卵は色が濃くなる。 3. 餌の種類が違う。ここからはコメントでも多かった上記の3つの質問について調べてみましたので、ご紹介していきます。 1. 鳥の種類が違う。結論から言えば、鳥の種類で変わってくるのは黄身の色ではなく殻の色だそうです。一般的に羽の白い鳥が産む卵は殻も白く、羽が茶色い鳥が産む卵は殻が茶色いのだとか。また鳥は周囲の色と合わせた卵を産もうとするため、暗い場所で飼えば濃い茶色の卵が生まれます。スーパーでは茶色の殻の卵の価格が高く、高級品で栄養価も高いと思われていますが、それは誤解で、白い卵も茶色の卵も親鳥が同じ餌を食べていれば栄養価は同じだそうです。 2. 新鮮な卵は色が濃くなる。新鮮な卵と日にちの経った卵の見分けは外見からは難しいですが、卵を割ってみればよくわかります。しかしその違いが現れるのは黄身の色の濃淡ではありません。鮮度の良い卵は黄身がこんもり盛り上がり、指でつまむことができ、反対に黄身が平べったく卵白が大きく広がるものは鮮度が落ちている卵の特徴です。それでは黄身の色が違う理由は一体何なのでしょうか。 3. 餌の種類が違う。親鳥が食べる餌は子供である卵の栄養となるため、餌の種類が黄身に与える影響は大きいようです。鳥の餌は主にトウモロコシ、大麦、小麦、米、大豆など
穀物類が大部分を占めていることが多いですが、この配分のトウモロコシが多ければ黄身の色は黄色くなり、パプリカや甲殻類の餌が多いと黄身は赤やオレンジ色になり、米の量が多くなれば白っぽい黄身の卵が生まれるのだとか。黄身の色は親鳥が食べる餌の色が反映されているのであって、卵の栄養とは全く関係がないので、欧米で見慣れている黄色い黄身の卵は、親鳥が与えられた餌はトウモロコシの量が多く、日本で多く流通しているオレンジ色をした黄身の卵は、パプリカなどの赤身の強い餌が与えられていると考えられます。黄色の黄身もオレンジの黄身も栄養価は変わりがなく、違いは餌の違いだけだと分かりました。今度卵を使った料理をする際、黄身の色を気にしてみると料理が少し楽しくなるかもしれませんね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。殻が茶色くて黄身が濃い色の卵が高級と勝手に思い込んでいました。人間も鳥も食べ物にこだわるといいのかもしれませんね。それではまたのお越しをお待ちしています。